皆さんお待たせ、カレンゲームラボのカレンです。夏真っ盛りですが、皆さんいかがお過ごしですか？熱中症には気をつけてくださいね。僕は在宅なのでずっとこもってます。夏を感じておりません。ということで、今回はこのチャンネルでも何度か紹介しているこちらのタイトル、やっとプレイできたのでどんなゲームなのかしっかりとお伝えしていきたいと思います。お伝えする内容はこちら、ババーン。ゲーム概要、マップ探索、育成要素、売りとなるバトル、そして主なコンテンツを踏まえつつプレイレビューしていきます。まさかチャンネル登録してないって野暮なやつはいないと思いますが、まだしてない方はぜひこの機会にチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。タイトル名はグリーンロングチャオ、日本語訳だと気流帳。リリース日は未定、ただすでに3度目かな、ベータテストが実施されたので問題なければ早い段階でリリースしそうな感じです。ジャンルは都市型スクロールアクション RPG、 開発はロングチャオスタジオ、プラットフォームは iOS、 Android、 PC。 物語の概要は伝統と現代が融合した新しい都市キューロン地区で、主人公は表向き映画監督で裏では仲間たちと共に撮影と見せかけ、善を支持し悪を排除するといった活動を行い、その内容を特殊効果を交え上映。見ている側はダサ作のフィクションと思いつつも、実は本物のドキュメンタリーということは知る由もなしといった感じ。そんな活動のさなか、ある事件をきっかけにキューロンの呪いと呼ばれるキューロン地区を構成する謎にたどり着く。この謎をきっかけにこの町に隠された真実を明らかにしていくといった内容。翻訳の都合上ちょっと誤訳してる部分もありますが、大体こんな感じ。このタイトル初めて紹介した時は設定について何とも感じてなかったんですが、今思うとどことなく全ゼロのリンとアキラのランダムプレイの設定に似てるかな。まあ義賊的な設定結構好きなので、個人的にはありよりのありですね。そんなこんなで映画活動とキューロン地区に潜む魔物たちとの戦いがあるんですが、どことなくホラー的な雰囲気漂う感じで、都市怪談をテーマにしていそうな内容です。ゲーム自体はセミオープンフィールドによるマップ探索やクエスト受注により発生するスクロール型アクション、さらにやり込み度の強いエンドコンテンツが用意されています。単純にステージ選択式の踏破型アクションではなく、オープンワールドライクな遊びもできるのは結構力の入っている部分。ここまでがざっくり本タイトルの概要。続いてはオープンワールド風のマップ探索について。スクロールアクションというジャンルでは珍しく、ステージ選択による踏破型ではなく、街中の探索ができたり目的地に移動してクエストを受注したりと、オープンワールドライクな遊びができる仕様。キャラデザもよく、 3D モデリングも悪くないので、等身キャラがグリグリ動かせるのは嬉しいですね。結構広いマップとなっていて探索しがいがあり、さらにリリース後はマップの追加などもありそうな気がします。移動がダッシュだけなので、ジャンプができたりワイヤーアクションでの移動ができたりすると面白さがさらに倍増しそうな気がします。続いては育成要素について。育成や強化は主にキャラ装備となっていて、キャラに関する育成はレベルアップ、限界突破、傷跡解放、スキル強化。この中で特殊する点は傷跡の解放で、極端に言ってしまうと追加のパッシブバフ効果が付与されるといった感じ。最大6段階強化することができ、キャラの特徴を生かした効果が付与されます。続いて装備に関する強化は、装備カードとアクセサリーで、スターレールでいうところの光炎水と異物のようなもの。出する点というほどではないんですが、装備カードはレアリティによって最大3段階限界突破が可能。アクセサリーについては同種のものを2セットあるいは4セット装備させることでセット効果が発動となってます。ざっくりと育成はこんな感じ。次は本タイトル売りの要素、バトルについて。単純なスクロールアクションではなく、弾幕回避や謎解き要素、ワイヤーアクションを使った移動、さらに特徴的なカメラアングルを採用し、奥行きや立体的な表現がうまくできていて、プレイしていて飽きのこない仕組みとなってます。直角に曲がるシーンもうまく、キャラを軸に背景を動かす仕組みは立体的な感じを見せ斬新ですよね。そしてアクションの途中でシームレスにアニメーションシーンが入るなど、バトルにおける演出に結構力が入ってます。また実際のプレイシーンでは3面編成によるキャラ入れ替え制となっていて、アクション要素は通常攻撃、スキル、奥義、回避、全てのアクションにクールタイムが設けてあるのが特徴的。またジャスト回
避やブレイクといった要素もあり、平面によるアクションではあるものの、しっかりと最近流行りのアクションゲームの特徴を押さえつつ、平面ならではの縦方向への高さを使ったアクションもできるので、バトルにおける戦術は高めで、いろいろなアクションが楽しめる内容。またキャラごと役割があり、現在分かる範囲ではブレイカー、アタッカー、サポーターの3種類、役割を意識した編成で挑むと攻略がスムーズになります。ダメージが入りにくいので、しっかりとブレイクして攻撃を入れていくのがセオリーとなってます。この辺はよくある要素ですよね。バトルにおける特徴的な要素としては、ジャスト回避を行うと極限回避状態に入り、少量の奥義ポイント回復とスロー効果が発動し、一定の条件下でキャラをチェンジすることで特殊攻撃を発動しながら変更キャラが入場、キャラ固有の特徴的な攻撃となっていて、効果の高い内容となってます。敵の攻撃の中には奥義ポイントを回復できるアイテムを吐き出すケースもあり、うまく取得することができれば奥義の発動時間を短くすることができます。またボス戦では気絶要素があり、特定回数ブレイクさせることで敵が気絶状態に入り、箱殴りモードに突入します。これが結構気持ちよくて、ガツガツ攻撃を入れられることはもちろん、敵の体力ゲージがガンガン減っていく感じが爽快な気分を味わえるんですよね。バトルの要素は大体こんな感じで、実際プレイすると結構爽快感があるのと、縦方向を使った高さのあるアクションもあることで、いろいろな攻撃手法が楽しめる内容。また弾幕回避という要素も強く、初見だとかなり回避の難しい内容となってます。戦闘におけるマップデザインがかなり緻密にできていて、回避した矢先にトラップがあったり、敵が待ち構えていたりと、平面アクションならではの要素で、一手先を読んだ動きではなく、二手先を読んだ行動が求められるシーンがふんだんにあります。これが意外と楽しめる内容となってます。スーパーマリオ系のゲームがまさにそれですよね。はい、ここまでがバトルについて。続いてはエンドコンテンツについて。エンドコンテンツは育成コンテンツ、高難易度踏破ステージ、2対2の PVP、 あと様々なミニゲーム要素があって、この中で特に注目度の高いのは2対2の PVP という部分で、キャラ同士がガチガチのスマブラ系のバトルをするというよりかは、アスレチック要素の強いパルクールアクションを駆使し、どれだけ早くゴールするかというコンテンツ。これだけ聞くと精密操作が上手な人が有利じゃないかって思うかもしれないんですが、要所に NPC とのバトルが用意されていて、単純にアスレチックするだけではなく、しっかりとバトルを入れているので、アスレチック得意な人が完全有利というわけではないので、結構楽しめる内容。 PVP のバトルだと負けた時のストレスやばいんですけど、これだと意外とストレスなく単純に楽しめますね。あいつマジムカつくみたいなのがないんですよね。ただこれだけだとちょっと物足りなさあるので、今後はスマブラのような PVP が追加されそうな気がします。そうなってくると結構楽しめる内容になるのかな。でね、このエンドコンテンツを遊ぶ上で、みんな集まるロビーがあるんだけど、これが結構広くて、なんか遊べそうなオブジェクトが用意されていたり、調べられるのはミニゲームが起動したりするんですけど、それ以外のオブジェクトについてはまだ機能してないみたいで、今後どんなコンテンツが追加されるのかちょっとワクワクしちゃいますね。はい、ここまでがエンドコンテンツの紹介となります。次はみんな大好きガチャについて。ガチャはスタートダッシュガチャとピックアップ常設となっていて、キャラと装備カードの闇鍋式、排出確率はこんな感じ。 SSR は 1%、 SR は 8%、 装備カードは 91%、 天井は 80% となってます。ピックアップキャラは SSR 確定時 50% の確率でピックアップキャラ排出。ガチャについてはかもなく不可もなくですかね。で、実際にプレイした感想ですが、正直面白いです。スクロール型アクションなので好みは分かれると思うんですが、キャラのデザインも良く、オープンワールドライクな遊び、そしてバトルにおける敵のレベルデザインやステージのマップデザイン、そしてアクションにおける操作性やバトルのテンポ、すべて緻密に練られていて、ゲーム単体として見た場合、本当によくできているゲームだなといった印象。強いて言うなら、攻撃のキャンセルができたら今よりもっと自由度の高いバトルができると感じました。攻撃の中断が行えるだけで様々な移動アクションが可能になるので、攻撃キャンセルは欲しい。あと探索におけるアスレチック要素では引っかかりを減らしてほしい。角に当たったりすると引っかかるので、これをちょっとなくしてもらいたいですね、といった感じです。何にしてもマジでよくできているゲームなので、
ぜひ日本展開お願いします。ということで今回の動画は以上となります。チャンネル登録を済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。